はいどうも、はい、BL チャンネルののどかです。バミです。はい、よろしくお願いします。この動画は皆さんが片手までラジオを聴いているような感覚で、はい、楽しんでいただければ。何回かあるんだよ。もう一回言えよ。もういい。はい、どうも、BL チャンネルののどかです。バミです。はい、この動画は皆さんが片手までラジオを聴いているような感覚で楽しんでいただけるように、はいはい、トークを中心に、ね、撮影しています。さっきの部分は切りない、切らないでこのままやりますね。切らないぞーでーはい、ね、はいはいはい、では何ですか今日は、うん、今日は、うん、まあそもそもの話なんだけど、うんうん、そのまあ多分、うん、お客さんの謎って思ってると思うけど、うんうん、BL について、うん、あの BL の由来とかは、うん、もう動画多分上がってると思うんですけど、うん、BL の歴史っていうか、うんうんうん、そもそもその同期が4人いる中、うんうんうん、この2人が走ったところとか、うんうんうん、まあなんで始まったかみたいな、うんうんうん、始まり、うんうん、そうね、BL の、何でしょうこの始まりとかですね、始まりはですね、あの一番最初の本当に初めて2人でなんかそのイベントとかレッスンするっていうのは、まあ、いろんなところでも動画上げてたりとかいろいろ喋ってますけど、自分のね実家地元が相模原なんですよ、うん、でその相模原にあるフィットネスクラブにのどかがレギュラーレッスン当時してたんですね、うん、当時しててでそこで祝日かなんかだったかな、うん、かなんかそういうなんか特別系、特別レッスンでジョイントレッスンをしてくださいみたいなやつがありまして、でその時になんかわかんないですけど声をね、声をかけるの何だろう、私が言ったらと思う多分、うん、でも、うん、本当に申し訳ないんだけど、うん、覚えてないっていうか、なんでバンビを選んだかは覚えてないんだよ、うんまあ、だけど、うんまあ、感覚としてバンビと多分合う考え方とか、うん、あとは経歴的にも、うん、その動画を撮ってないのかな、うん、撮ってないけど、うんまあ、経歴がちょっと、うんあのまあね、同期の中でも、うん、あの似てる方だったから、うん楽かなっていう、ああ、うん、友達もいなかったしなんかね、でもよく考えるとタイミング考えるとあれなんだよ、多分その当時多分まだね、その養成出て1年2年みたいな時だったから卒業した年だよね、年ぐらい、そうそう、年卒業したそのままのその年なんで、うんうんうん、多分ね、そもそものカテゴリーができる知り合いが多分俺ぐらいしかいなかったと思う。そうだね男性やろかなんかのやつだったから、そうだね、ラディカルとエアロビクス系しかいなかったもんね、うん、だからこんなに男性あるってそうそうでやってない人の方が多かったから、そうそうそう、それこそ2014年、うん、だったね、そうそうそう、2014年ですよ皆さん、何やってました2014年う、うん、っていう感じ、そりゃ、うん、選ぶね君を、そうそう、だからほぼ言うのもなんですけど多分消去法です多分消去法で多分そういう感じになってます。いやでもそっからここまでつながってるのがすごい面白いよね、すごいすごい、なんか人の縁っていうのは不思議ですよ、そう不思議、うん、だからしかもね、あのなんでそうなったかっていうと、うん、その2014年の11月だったかな、だからその時にジョイントした時に、うんうん、なんか動画撮ってたんだよね当時ね、そのなんていうのなんていうの、デモじゃないけど、だからデモレなんだなんだ、うん、そうそう、デモレッスンじゃなくて、デモレッスンじゃなくてデモンストレーションみたいな、デモンストレーションみたいな動画を撮影ありで OK で撮ってたんですよね、撮ったね、で今そんなこと俺らもやってないからね、当時ねそれこそ、うん、それでスタジオで練習したやつか、そうそう、それがスタジオで練習したやつ、あ前の動画ご覧ください、そう、はいはい、スタジオで練習して、はい、練習してってね、練習したんですよこの2人が、皆さん練習したんですよ、練習、それこそさっき言ったスタジオ BYK で練習したんですよ、ね、すごい、はい、6年前ね、すごいですね、まあ、練習して探せば動画あるかも、そうそうそう、だからその練習中の練習中っていうかね、あのね、そのデモレッスンのやつの動画を俺まさかのフェイスブックで上げてるんですよ多分消してない多分消えてないでしょうね、そうだから遡れば見れると思うんですけど、でそこがスタートで、さらにその消さなかった動画、うん、多分消えてないってこと、うん、その動画を、ね、うん、動画をたまたま養成の先生がフェイスブック上でシェアして広がって、ちょっとバズったよね、そうバズって、その頃バズるっていうこともなかったけど、うん、バズったよね、反応がよくて、うん、そのまま2月のイベントに出てるっていう、その次の年だね、そう次の年の2月に、うん、ちょっと大きい
そうそうそうイベントになぜか呼んでもらっちゃう、呼んでいただいたっていうのが、そういえばね、あのビエンナの最初の走りです。その時のイベントも練習してたね、うん、その時も練習しました、練習しましたね。それパラッパパラッパとかやってた。覚えてない。よく覚えてるね。曲だけ覚えてる。ただ振りは1個も覚えてない。パパラパン。そう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 。これね、あの、まあね、よくあの一緒にやってたあのイベントのおじさんのおじどるっていうね、はいはい、この前引退していた、あのしていただいたとか、日本語がしてた、俺していただいたって俺が見させたみたいなって、そんなことないんですよ。あの本間先生からねあったんですけど、あのおじどるが好きな曲だったんでね、よく覚えてるんですけども、はい、それ覚えてるね。そう、その曲で、それまでは練習してたね。 そこまではね、めっちゃ良かったしね。なんかね、とあとね、そんなに言うほどお互いにまだそんなにその頃ダンスへのレッスンしてなかったのもあります。そうだね。あと、うん、あと今よりね、ダンスフィットネスとかダンスへのっていうのがなんかこう定着してなくて、だからね、どういうものかなっていう、やっぱ僕らも模索してましたね。トリコリオの方が定着してたもんね。してたなっていう感じで、うん、なんかこう模索してる感じでありました。イエローがいいのか、うん、ダンスがいいのかみたいな、ね、なんかどうしたらいいんだろうっていう、なんかこう、せっかくやったのにみたいなのもあったしね。なんかこういろいろね、こう、なんかうろうろしてた時代が多分ね、その1回目2回目ちょうど、イエローの1回目2回目ですね。ああ、なんか、うんうん、そっから、うん、実はすぐ、うん、なんか BN でずっと活動するとかではなかったんだよね。そう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 、結構期間が空くんだよね、そこで。そう、そっからそれが、ね、2015年の2月が2回目で、そうそう、そっから1年半から2年、2年近く実は2人だけではやってないんですよ。そう、意外だけど。そう、意外に、なんかそれは理由としては、なんかね、2人だけもそうだけど、まあなんかあれだなって言って、あの同期がまだ2人他にね、うんうんうん、その僕らにいつもってチーム屋がいるので、うん、だからね、4人でイベントすることが多くなったんですよ。そうだね。うん。だって一番最初年4目指してたよね、うん。そうそう、年4目指して、うん、で、やるようになってて、でかあの同期でやるのがどちらかというとメインになってたんで、うん、そうだね、はい、2年ぐらいそのまんま、なんかちょっと1回2人でやるのは置いといてやってて、ただですね、突然その頃あの、まあ、今となってはっていうのもあれだけど、うん、なんかあのしゃかり、あのなんかやたらね、なんか変に仕事なんか前のめりすぎてて、まあ落ち着けやって言ってても、まあ、基本的にね、多分まあご存知の人も多いと思うんですけど、あんまりね聞かないんですよね、その当時の子。そうだね、今もそうだけどね、まあ、聞かない部分が多いんで、ね、だからそう特にね、あの宮と俺ってほぼ1個違いで、まあ、同じみたいなもんなんで話してて、うん、まあ、まあどちらかというと1回で全部言っても伝わらないから、うん、まあ、だったらまあ毎月ね、なんかうまく会ってなんか喋ってた方がまあ落ち着いたりとか、私がね、でそそのどが落ち着いて、うん、うまくね、なんかこうもっと折り合いつけながらうまくね仕事できるんじゃねえのかなっていうので、実はその BN をやり始めたっていう。どうせただ一回ただあの話してるだけだと多分本人も嫌だと思うし、いちいちあの話すなんか嫌だって言われそうなので、あの、まあ、そういうタイプだからね。うん、そうだから、まあ、とりあえず、まあ、イベントしながら、まあ、飲み行こうぜみたいな感覚で始まったっていうのが2000の10、これいつだ、16年の12月年末ぐらいです。うん、でそっからもうさっき言った怒涛の毎月、本当もともと最初そんなノリなんですよ。ただとりあえず会ってなんかミーティングするよみたいな感じ、うん、それこそ私の口聞いてもらうとか、うん、っていうか、なんかそんなのが、うん、美味しいの食べさせてもらうとか、そうそうそう、本当そんな感じ。だから本当に一生懸命頑張りすぎてて、ね、頑張りすぎ、今頑張ってないとかじゃないよ。今見ないよ。効率とかも考えずに、そうそう、なんか変な言い方すると頑張ってる自分に酔う、うん、うん、こんなにレギュラーレッスンやってますみたいな、うんうん、その当時だって私もう伝説の1週間28本9本だからね、うん、そう、しかもなんか移動がむちゃくちゃすごい、はい、だからそういうのがあったから、ね、もうちょっとなんか3件に1都って言いますか、うんうん、はい、に行ってましたし、28本で、そう、本数以上に移動も長かったりとかむちゃくちゃスケジュールしてたんで、まあ、それも含めて話し聞きながらなんかしようっていうので、まあただ話すだけは絶対しないんで、そんなだけレギュラーレッスンしてるから忙しいからそうだ、ね、っていう意味で、まあ、イベント入れ、いろいろ過去つけてくれて、うん、っていうところがあったんですけど、気づいたらね、だんだんなんか別にもうそういうのはもう落ち着いたんですよ。まあ、結構すぐ終わりました、その実は。その毎月のそのただのなんかそのね、そういうのはな、別にもういいなっていうタイミングがぶっちゃけあったんですけど、うん、多分ね、なんかこう一緒にやっていくうちに、そのダンスエアとかダンスフィットネスとか自分たちでやる、それ以外にもいろいろ話してる間に出てきたんですよね。
なるわ、アイディアが、そう、アイディアが、これをやったら面白いなとか、うん、今後どうしたらいいのかなとか、2人で喋ってる時ね、そうそうそう、なんかそのさっき言ったそのミーティングっていうのは、もともと別に俺自体は特にそういう、だって学ぶものがないですよ、俺は別にどうこうないから、別に何をしたいとか、思いで、本当に、ただミヤとその話をしてた時のタイミングでいろいろした時、その時に、そりゃそうだよね、別にそういうのはなかったんだけど、だから実際そういう話をした時に、あ、じゃあいろいろ共通項あってやれることあるじゃんっていう話になって、うん、当時ただ単になんとなく打ち合わせじゃないけど、なんかまあ話してるだけっていう目標値からだんだん変わって、うん、なんかとりあえずやれることを、ね、全力でうちらできることあるのでやってみようっていうような感じになってきて、うん、まあだいぶ今に至るっていう、実際やっぱりそのユニットとか、うん、あのこの業界でもいっぱいいるとあると思うんですけど、うんうん、こんな続いてる、そして密にやってるのってないと思う。確かに確かに、ね、もちろんあの歴で言うと長いけど、うんうんうん、その人たちっていうのは多分年に1回か2回しかやってないと思うし、うん、うちらはもう数年で何回ですか、うん、多分もう50回以上ぐらいになってると思います、はい、2、3年で、そう、3年だね、3年ぐらい、うん、3年ぐらいで、うん、なんか50回、はい、うん、なんかだってあれじゃ毎日やってたじゃん1週間ね、1週間毎日やるとかやったりとかね、うん、あれはすごかったね、あれはねすごいパワープレイした記憶ありますもん、でも、うん、いろんなのがこう分かったっていうか、うん、それも、うんうん、新しい発見できたし新しいアイデアも出たよね、そう、うん、ただね1個ねいつも思うのはありがとうって皆さん本当とってもみんな本当にありがとうございます、こんなむちゃくちゃ白く付き合ってきて本当にありがとうございますもう一回言うけど、もともとは私の愚痴から始まってからそう、私のこの人間性があの低下しすぎたところのリハビリから始まってるところが今や楽して稼ぎたい、ね、まあそれを公言してるのもすごいんですけどね、ただね意外にね掘り下げれば掘り下げるほど別にね、うん、BL ではねなんか言うと恥ずかしいんですけど楽はしてないんですよ、そうね、楽ではないよね、そう 楽ではないんだけど、でもまあね、うん、あの好きなことはしてる気がする、うん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 、なんか楽と好きは別かなっていう、うん、ストレスなくできるしね、うん、その、うん、初めは練習とかしてたけど今は練習をしなければそういうそのこういうそのミーティングがしますよ、仕事じゃこれからこのアイディアでとかはやるけど、うんうん、あ今日 BL か曲何するみたいな、そうね、そうね、何するみたいな、そうね、そうね、になっちゃってる、別にそれがほら、うん、あの適当ってことではなくて、うん、いいよね、うん、だからね、あんまりなんかね分かったのは、うん、うちらの場合煮詰めすぎると、その特にレッスン系に関しては逆効果です、うん、のと、あとね、特にあの急に来たそのやっぱ予定調和というか先になんかオチとかを伝えてると面白くなくなるんで、だからある程度ある程度そうそうそう、ある程度その原理関係は実はこうその現場での判断あのなんかリアクションの方が面白くなる人だから、そうそうそう、そっちの方がいいですから、まあ、本当にテンパっちゃって何もできなくなっちゃう人だったらそんな風なやり方僕は本当しないので。うん、それは常々思う、ね、適材があるよね、そうそうそう、うん、だからよくお互いをお互いでコントロールしてるよね、うちらは、そうそうそう、だからそういうとこ、うん、なんかフラットな感じでねやってもらいたいからっていう、うんうん、だからその辺が良さなんだけどな、まあなんかそれが伝わってるのかどうなのかはまあお客さんのね気分次第なんで、そうだね、うん、まあでも本当楽しんでもらえるように、うんうん、あの BL は昔からもそうだしね、うんうん、これからも、うん、そうあのやっていきたいよね、そう、ビエル鑑賞をね常に本当に今思うことの全力投球だと、実はそうだね、実際かなり全力投球してます、あの、うんうん、それはそう、それはね今できることをそう全力投球してるって、うん、っていう感じです、だからこの動画も全力投球なんですよ僕らなりにそうだね、あのだって飲んでないもん、そうそう、私今そう僕も飲んでないです、当たり前なんだけど、あの、そう、飲まないでこういう話、そうそうしてますよ、できてるよ、そう、全力投球っていう感じです、だからね普通の BL もやるし、今後だからさ毎日さなんかね LINE とかでも流してる知ってるか人もいるかもしれないんですけど、うんうん、BL スクールって言ってガチンコに頑張っていくっていうのも、うん、今後やっていこうかなっていうのは思います、常に進化していきたいよね、うん、新しいことをしたいし、なんかだからよくさ、うん、なんか私言われるけど、うん、あの前の方が良かったとか、うん、例えば、うん、あの時のあの企画良かったって結構聞いたりするんだけど、うん、
なんかもちろんそれにそれ聞いてやる時もあるかもしれないけど、うん、なんか常にうちらは新しくどん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 進化していって、うん、いろいろやってみてやった結果また立ち返ったりとか、うん、あのもっと先に進んだりとか、うん、なんか人からするとフラフラしてるように見えるかもしれないけど、うん、結構考えてる、うんうん、考えてますね。あの時代も見たりとか、ね、みんなの具合を見たりとかそう、うん、だから密にミーティングしてる感じではし、うんうん、いつも違うことしてるように見えるかな。そう、確かに確かに、うん、だからその一つとしての提案がスクールをやりましょうとか、うん、普通に今最近だとねっていうのもありまして、うん、最近だとね、うん、そうっていう感じで、なんか近々はそんな形でイメージを動いてますが、まあ、今後もどうするかっていうと、さっきも言ったんですけど、のどかはまあ、あくまでも、あの、楽をしたいっていうのは、まあ、それも事実なんですけど、あくまでも、多分ね、今の一緒にいる中でわかるのは、まあ、やっぱり、楽もしたいのも当然なんですけど、好きなことをしたいとか、なんかこう、自分に対して思いがあることをしたいっていう人なので、まあ、それを汲み取りながら、自分もね、あの、やっていきたいなと思いますので。やる気が出ないんだよね、うん、私なんかやっぱ大人じゃないから、そこ。うんうん、なんかやりたくないなってなっちゃうから、うん、それもろに金出ますしね。そうそう、大変だよ、だから本当に、うん、うちの社長は大変なんですよ。そう、その辺はねもう分かってます。やりたくないとか面白くないとかすごい顔に出るんで、うん、顔に出るし言うからね、なんなら俺に対してはね、やりたくない面白くない、うん、そう、まあでも一個ね、でもね、最近なあの大人になったなってことはそう、やりたくないけどやらなきゃいけないならしっかりやってるんで、ってやるのはやれるようになったんで、ちょっと大人になったなっていう、まあ、そのまあでもやってからのさらにまたフォローがすごい大変だけどね、うん、まあね、なんか、うん、そうそうやったよ、やりたくなかったけどやったよってね、すごい、すごい出てくる、はい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 、すごいね、なんかそういうところもね、ぜひあの生で見てもらえるといいのかな、まあ、や本当にやるときはやるよ、そのそうそう、直前みんなの前に出た時はやるよ。でも この時はもうやりたくない、やりたくない、あのだまーって出てくる、めちゃめちゃ今なんかあのこうやってなんかあれではね、一生懸命喋れば喋るほどおかしくなるよ、ね、普段だって絶対ね、みんなの前にこんな風に言ってないからね、面白いよね、まあ、言ってる、言ってる、レギュラーですではいきます、言ってる、ね、はいずっと喋っても一人、まあ確かにね、確かにね、一人でずっと喋ってるから、うん、このアイデアが出たよね、あ確かに、 YouTube の確かに確かに、ラジオ撮ってみないっていう、確かに、なんか本当にそうで、あの多分またこれも最後にあのまとめますと、うん、あの結局最初のね、さっきも言った2014年の11月に、うん、あの消去法で始まったってで、消去法で始まりながらもまあね、2020年のね、今言ったね、まあ、撮ったのがね、まあ、防御ですね、あの、うん、春先に撮った時ではもう50回以上やってた、うん、あのイベントやるようになったイベントでしたという感じです、うん、まあ、今後もね、100回、200回、何回なのか分からないんですけども、そうですね、今後頑張っていきたいと思いますので、皆さんこれからも、はい、よろしくお願いします。はい、最後までご視聴ありがとうございました、はい、チャンネル登録と高評価、はい、お願いします、バイバイ、バイバイ。